ちゃくちゃかっこいい。これマジで買ったの？これマジで買いました。まあ、貯金なんて当然全部なくなったわけなんですけども、目に見える形でお金を使ってみようかな。当時の僕はその働きたくなくて一番楽しそうに働いてる人とかについていこうと思ったんが、まあ、コエッキーさんやったわけなんですけども、一回ブルーレイ見に来るみたいなことになったのがそもそもコエッキーさんと仲良くなったきっかけ。そう。どうもコエッキーです。今日はですね、ここ中目黒なんですけども、東屋くんにね急にちょっと呼び出されまして、見てほしいんですけど、まあ前に公園があって桜がちょっともう散っちゃってるんで、お花見するにはちょっと遅いかなと思うんですけど、何なんでしょうね。道路沿いで待っといてくれって言われたんで、小屋フェスも終わったんでね、2人で飯でも行こうかって言ってたんですけど、中目でなかなかね2人で待ち合わせすることないんで、楽しみな反面不安です。急になんかバス来てディズニーランド行きますとかそういうことちゃうよね。いやちょっと私からは何とも言えないんですけど、最近ディズニー行きたいって言ってるから夢を叶えてあげますみたいなことないよね。いや何らかの夢が、いや分かんないですね。あ、今日はこんな遠いところまで来ましたけど、はい、一体なんで私はこんな遠いところまで来てるんでしょうか。まあやっぱりクルーザーをね買うということで、イクさんがちょっと待って、クルーザー全然買う気ないよ、はい、海まで来たけどクルーザー買う。いややっぱ社長やから。いやちょっとね、やっぱイクシマルのね代表としてクルーザーを。いや持たない持たない。いや違う違う、今日何で来たの。あ、こんにちは、どうも東屋です。というわけで今日はサブチャンネルなんですけれども、今日はですねなんと車を買いに来ました。おお、え、北谷さんって免許持ってないじゃなかったんですか。持ってないんですけど車を買いに来ました。え、本当に言ってんの。本当に言ってます。すべて後ほど解決しますよ。じゃあ早速行っちゃいますか。はい、行きましょう。高そうな車がいっぱいありますね。いやそれはね、メルセデスベンツさんに来てますから今日は。え、つまり買うのはベンツなんです。マジですか。マジ、ええ大マジです。本当に本当に言ってる、はい、本当です。おあ、というかもう買ってるんですよ正確には。今から見に行くんじゃなくて、もうこれね納車の日なんですよ。今日納車なんです。今日納車です。で、ね、今日はもう乗って帰ります。心の準備ができてないんですけど。あ、じゃあ電車で帰っていただいたらお疲れ様です。乗せてもらいたいですじゃあこう今から担当者の方、そうね、担当者の方迎えて車もお迎えしようかなと思います。はい、さあ皆さんお待たせしました。東屋が買った車はこちらです。はい、というわけでね、見てください、しっかり108と書いてるわけなんですけど、めちゃくちゃかっこいい。いやもうね、めちゃくちゃいいですね。大きいんですよ、大きい。残念ながらまだね鍵もらってないんですよね。というわけでね、じゃあ早速ねちょっと鍵もらうためにね、今日はね担当の方も出てくれるということなんで、ベンツの担当の方呼ぼうと思います。白石さん、お願いします。こんにちは。こんにちは、柳瀬の白石と申します。この度はご納車おめでとうございます。ありがとうございます。何ですかこれは。お祝いのお花です。あ、お祝いのお花ですか。ありがとうございます。こんなんもらえるんですね。知ってました、ベンツ買うと花もらえるんですよ。これは春だから花なんですか冬だったら雪になったりするんですかね。冬もお花でございます。あ、冬もお花ですか、はい、失礼いたしました。こちらがお車のキーでございます。皆さん、こちらがこの車の鍵です。わー、ありがとうございます。まあ、ただですね、僕皆さんご存知の通り免許ないんですよね。なんでね、実はね秘書を雇ったんです。新東屋秘書の西方さん、どうぞ。いっぱいいろんな人が今日出てくるね。こんにちは、はい、東屋秘書の西方です。よろしくお願いします。ついにあの運転する車が来ました、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速中見ていきましょうか。トランクもですね、はい、二度押しをしていただきました、はい、これ二度押しで閉まるんですか。はい、閉まります。すごい。あとは、トランクに関しましては、はい、キーをお持ちですとフットオープンと言いまして、おお、本当、はい、すごいっすね。足かざしていただきますと、おお、閉まるのもすごい自動で、はい、では、はい、運転する前にしかするんですね、はい、はい、どうぞ。出ます。シート、ハンドル、ミラーの角度を調節した上で、はい、M、メモリーの M を押して、例えば1番、はい、押し
していただきますと、これで記憶がされましたので、すごい便利ですね。他の方は運転する人が、はい、運転変わられる時などは調節して M の2とかですね、ダイレクトで押していただきますと記憶されてた位置をこう呼び出すことができます。シートのヒーターがついてございます。冷たい時はヒーターをつけていただければと思います、はい。運転操作のメッセージをですね、はい、ガラスにこう投影するような形でお知らせしてくれる、はい。僕の角度では見えないんですか？ちょうどそうです。もう本当にドライバーシートから見えるっていう、はい、ちょうど私だけですね、はい、そうですね。運転してるこう視線の中でいろんな情報がこう得られる。はい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 、すごいけど前のナンバー隠しながら打つの大変そうやな。大変そうですねこれ。じゃあ東映さん早速乗り込まれますか？はい、じゃあ乗りますね。どうぞ。はい、夕方になってしまったんですけど、ついにベンツを手にしてしまいましたね。はい、東映さんどうですか今の気持ちは？少しずつ出てきたぐらいですかね。そもそもなんで車を今回買おうと思ったんですか？それは、やっぱりその一つ移動手段として車が欲しかったっていうのももちろんあるんですけど、だったらベンツじゃなくていいやんっていうのをやっぱ思うと思うんですよ。でもベンツっていうのは、実はそのすごい思い出の車というか、この、ベンツっていうのは、そもそも、コヤッキーさんと僕にとってすごい思い出深い車なんですよね。僕が初めて、このコヤッキーさんと会った時に、一番最初にコヤッキーさんに乗せてもらった車が、ベンツの E クラスやったわけなんですよ。その時に、当時の僕は、その働きたくなくて、いろんな社長さんとかとかと会ってる中で、一番楽しそうに働いてる人とかについていこうと思ったんが、コヤッキーさんやったわけなんですけども、つまり、憧れの車であったわけなんですよね。で、本当はなんだろう、もう別の車を買うっていう選択肢もあったと思うんですけど、ベンツの、同じ E クラスにしたっていうのは、一つそのコヤッキーさんに成長を、させていただいたんだぞっていうことを、示すため。で、そして今は、当時のね、僕がコヤッキーさんに憧れたように、僕とかコヤッキーさんに憧れて、一緒に YouTuber と、を目指していこうよっていう仲間がめちゃくちゃ増えて、たくさん後輩ができてきたんで、じゃあ YouTube を続けて、やっていけばベンツもね乗れるんだぞっていうようなね、一種の夢ですよね。そういった夢を見せれるんじゃないのかなっていうのもあって、このベンツにしました。夢を叶えれるわけじゃないですけども、こういう風な成功の形あるんだとか思って、見てもらえる方がいいんじゃないのかなっていう。やっぱなんだかんだその本当にたくさんの方に見てもらって、たくさんの方に応援してもらって、僕借金1400万あったんですけど、その時も800万ぐらいあったと思うんですけど、そのうち600万返してて残り200万ぐらいなんですよ。普段なんか人が返す何倍も多く毎月返してるんですね。だったら一回ここで奨学金全部返すもいいんやけども、それよりもなんか目に見える形でお金を使ってみようかなっていう意味で、借金なんて当然全部なくなったわけなんですけども、車買おうかなと思っていろいろ考えた結果、このベンツを買おうかなっていうことに思い立ったっていうのがありますね。逆にもう自分で運転する予定はないんですか？したいですけど、免許を取る優先順位が今のところそんなに高くないっていうのが正直なところですね。今のところは運転してもらって乗れたらいいかなっていうのが。そうですね。せっかく車を手に入れたんで、これしてみたいとかここ行きたいとかあるんですか？みんなで爽やか行きたいですね。おー、いいですね。しばらく行ってないですもんね。しばらく行ってない。ハイキーさんのアルファードとこれがあったら結構大人数で行けるんで、みんなで行きたいですね。今回乗るにあたっての思い入れとかお聞きしたんですけど、はい、コヤッキーさんとベンツの他の思い出とかあります？コヤッキーさんって、大体運転するとき音楽聴いてるんですけど、普段は取引先のお客さんの年代に合わせた曲とか多いやろから、ビーズだとかザ・イエローモンキーとかサザンとか、ちょっと上の人が聴くようなアーティストが多かったと思うんですけど、たまたま僕が乗った1回だけオベリスクが流れてたんですよ。
オベリスク？なんで？あ、どうぞ歌ってください。今ちょっとここで歌われへんけど。あ、そうですか。はい、シェリルの曲なんですけど、多分放課後オーバーフローもかかってて、マクロスの曲なんやけど、菅野陽子大先生のファンらしく、ライブブルーレイを持ってるわみたいなところでめちゃくちゃ話が合いまして、一回ブルーレイ見に来るみたいなことになったのが、そもそもコエティさんと仲良くなったきっかけ。そう、ベンツで意外な曲が流れたことが二人の距離が縮まるきっかけだったんですね。そう、これは大きかったですね。それはなんか意外だったな。あとは僕のベンツにはついてないんですけど、小銭入れあるんですよね、ベンツって。この小銭はよくパクってたね。すごい橋渡ってますよ。これは何の景色だよな。いや、これはどこの景色なんだろう。大黒ふ頭。大黒ふ頭。へえ。で、ほら。あ、すごいすごい。緑になる。すごい。すごい。わ、ここも緑になってます。すごい。やっぱ緑になってる。すごい。うわっ。ちょっと待って待って、ちょっと待ってね。何ついに車買わしてもらいました。いやこれレンタルでしょ。見て、和ナンバーじゃない。ちょっと待って和じゃない。ほんまや、和じゃない。和じゃない。108って書いてある。108って書いてある。これレンタルはちょっときつい。これマジで買ったの。マジで買った。嘘やん。本当にメルセデスベンツ。そう、八門ではない。え、これ、え、嘘でしょ。嘘やん。免許持ってませんやん。あ、免許は持ってない。今は秘書の方が運転してくれてる。すごー。え、マジで。はい。 E クラス。これ E クラス。かっこいい。グリルめっちゃかっこいいな。そう、これ現行。これ現行モデルです。現行の E クラスめちゃめちゃ高かったんちゃう。いや、めちゃくちゃ高かった。貯金はなくなった。すごい。え、マジで。マジでちょっと見て、ちょっとホイールむちゃくちゃかっこよくない。あ、そう。うん、ホイールめちゃくちゃすごい。進化してたホイールが。後ろも見たい。いいな。あ、250なのか。250。やっぱさすがに63はちょっと63は無理っすね。懐かしいな。先輩。E クラス。E クラスは一緒なんですけど。懐かしい。はい。中を見たいっすね。あ、じゃあぜひぜひ。ああ、おお、はい。見て。エレガントやな、やっぱ。運転席もめちゃめちゃかっこいいな。今もう完全にデジタルのパネルなんやね、今の現行は。そう、小池さんが乗ってた時そうじゃなかったですね。そう、僕は2個前の E クラスだったんで、前は。そうすげえな。いや、すごいんすよ。めちゃくちゃかっこいい。テンション上がる。これマジで買ったの。これマジで買いました。そこ見てください、そこ。え、色出るんですよ。あ、緑になってる。色になったらもっと分かるんですよ。マジでびっくりする機能で、いつ使うねんと思うんやけど、人生で。これマジで買ったん。マジで買いました。すごいね。いやー、ありがとうございます。こういうのが買えるようになった。なんとか。すごすぎないですか。いいよ。車欲しなってくるもんな、俺見たら。え、欲しい。いやそんなもん、何を言ってんすかもう。僕アルファードで十分っすよ、僕は。いや AMG のついてるよ、これ。あ、そう、でもそれは AMG 詐欺だよね。今日呼び出されたのは、これを見せびらかすため、はい、そういうことです。いや、すごいね。はい、感動してるよ。よかった。あと1400万ある人でしたよね。はい。どうやって買ったん。養子縁組とかしたやつ。養子縁組とかしてへんのよ。え、あの、突然パパできてへんのよ。すごいね。 YouTube ドリームですか。いや、やっぱ累計100万人までいくとこれができると。すごいわ。夢あるよね、これね。いや、本当に。いや、もう皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、こんな1400万借金があった人がベンツを買えるっていうね。そう、人生で一番高い買い物やった。人生で一番嬉しい自慢だったね、今日は。いや、もう本当に、はい、ファッキーさんにやっぱりね、一番最初に見てもらおう思いましてね。ああ、免許持ってないだろうから。あ、持ってない。俺が運転するから高評価多かったら。あ、ぜひぜひドライブに行こう。ドライブ、はい、お願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。これだけ、本当に。あ、これだけ。そうなんや。感動してる。おめでとうございます。あっす。